どうもー、かげやんです。今日は2021年5月18日火曜日の朝になります。今日はね、ちょっと雨が降るらしいんですけども、これからなんか晴れそうな感じの雰囲気があるのに今日は雨らしいですね。まあまあ仕方ないですね、雨は雨でね、ちょっとやっぱ梅雨がこう入ってきてるんかなという感じでしょうね。こちら唐辛子ですね。唐辛子もういい感じでこう、葉っぱのこう張りツヤ、いい感じかなと思いますけどね。まだ実に関してはこう何もこう変化なしの状態ではあります。そしてこちらのきゅうりですね。こちらのきゅうりも今のところちょっと出てきかけてんのかな、この辺ね。どうなんでしょうか。もうちょっと様子見ですね。そしてこちらも唐辛子ですね。これもいい感じかなと思います。まあ時間を待ちましょう。そしてこちらナスですね。ナス、これ花が これですね、咲いとるというところですね。でこう、いいですね。そしてこちら、こちらのナスは今のところはまあまあまあぼちぼちかな。そして一番期待しているこのきゅうり、JA で、買った苗を買ったきゅうりの苗ですね。これがどう育っていくんでしょうか。順調に育ってほしいなと。これらの、野菜がね、順調に育ってくることを願っております。ということで今日は以上となります。ありがとうございます。